じゃあ後半の話よろしくお願いしますはいお願いしますでさっきからここに真ん中にさ縦、はい、があってさこれ本当は前半で言わなきゃいけなかったので忘れてて<ー>後半に話をし,、はい、しようと思うんだけど、はい、これ僕も送られてきてあそうなんですかで俺の場合は、うん、こうセレモニーやりますよって玉谷さんから話してたんだけど、はいはい、もうやめた後レースに行きたくなくてああ。<ー>うん。で平和島さんの方でも なんか記者会見みたいにやっててくれてうん、うん、それもちょっと話が大きくなっちゃって部屋島でこう,こう大々的にこう記者さん来てくれてなったんだけどもうなんかそれもだんだん行きたくなくなっちゃってやめてから。でそれが終わった後に12月の末ぐらいに「玉川でセレモニーやりましょう」って言っててで俺それさ断っったちゃっただからこんな玉川の座テレビ出させてもらってるんだけど本当はこの野郎なんでね「<laughs> お前セレモニーやる」 っっって言ってやって言やんのに断って,って断りやがってみたいな感じなんだけどさ <laughs>、うん、でこれがさ年明けて2月かな3月かに送られてきてさ、うん、で俺はこの盾が来てちょっと心変わったんだよね、うん、<ー>だから本当はそのセレモニーに多分使おうと思ってたんだろうけど、はい、それで来なくなったからっていうんで、はい、この盾と,とあと商品券みたいなの頂い,いて副賞まで頂い,いてじゃ、はいはい めたのにこ当然ほらセレモニーやらなかったからさ家でも暇してたしさずっとスノボ行ったりとかして遊んでばっかりいてさこれ送られてきてでいやこんな送られてきてすげえ悪いなと思ってこれまたさ作る工程作業まで多分入ってると思うんだけど分後で見たらわかると思うんだけどちゃんとこれ大飯さんの方とか山の中で取った木から作ってる 縦なのよだから俺さっき冗談で「100件で買ってきたよ」って言ったけど100件,100件じゃゃないのよよちゃんと作ってんのわけようんでまあそんなことまで書いたってはすごい手間かけてやってくれて送られてきてで俺がの気持ちでもうレース行きたくなくなってたからってってセレモニーも断ったりとかしてでこれ悪いなと思ってやっぱりなんかそれじゃなんか玉川さんとかそういうこの業界からなんか声かかった時はじゃあいやんなくちゃいけないなと思ってでたまたまそれが。 タマさんの方から植木とので話が来て始めたのはきっかけでこう YouTube とか出るようになったんだよね、うん。うん、でそんな感じでこれ長くもこうもらったんだけどさ、うん、素晴らしいものですねどうですか。素晴らしいんですね。ありがたく思っております。ちゃんと形。僕さんもだからやめてこの業界はあんまたずさないのかなって思ってたけど、うん、どっかでなんかスイッチが入ったというか、なんかのきっかけで。 こここういうううういいとやろうっていうよようなだだかられ,イこれがスイッチ入れられたっていうかやっぱり今ある自分の例えば家だとかさ車乗ったりとかさ子供たちをまあ就職するまでちゃんと生活させてあげたりとかしたらもう全部ボートが仕事があって全部成し遂げられたことだからだそれを自分がもう辞めてもうこの業界に戻りたくないってい気持ちだけではい終わり っていうのはちょっとだめだなと思って、うんうん、まあその気持ちさせたのがこの盾が玉川さんから来たっていうのが、うんな,うん、なんでぜひ直良岡選手はこれあの、はい、あ見えるところに飾っておいてください、はいはい、僕は家に飾ってないですけどどこに置いたんですか実家にあります,実家,す実,家実家に飾っておりました、はい、うちの場合はあのトロフィーか何か全部実家に送っちゃうんで,<ー>で実家に飾ってあって。うん、だってそういうい感じの 縦が真ん中にありますけどあの見てた方あれは何だろうって思ったと思うんでこれはこう引退した選手 <laughs>、うん、全員じゃないんでああそうですか、うん、全員くれるわけじゃない、はいはい、もう大目さんから玉がに多分まあ貢献したか分からないけど、まあ、そういう選手にしか送っていられない,、うん、ないと思うんでありがとうございいます大切で、はい、扱ってください、まあ、そんなことでじゃあ後半はレース映像を見ながらということなんで、はい、1>, 1回目は新王座ですかね。 じゃあこれ第五回新エオザ直岡選手が優勝した時の模様をちょっと見ながら話してもらえますか。はいまあピットが変則的で<ー>枠番もう並びがやっぱなんだろう三二一四五六か四三二一五六みたいなピットの位置だったんですよね。三号手か四号手ぐらいが本当に取りやすいのか。そうですね三か四かが、うん、一番取りやすいピットでしたね。 だから一合手だけどイン取れるってわけの一合手じゃなかったっ、ね、そうなんですね当時はね。はい、まだモンキーじゃないね。<laughs> 地蔵塔なんですね。地蔵塔ね。<laughs> ちょっと波立ってる、ね、波ちょっとありましたね。ちょっと刺されるギリギリだったね。 やっぱこの頃はエンジンが出てたかないいエンジン引いたのこれはいいエンジンだったですね期<ー>っカメ、ね、さん3番、うん、同期ですカメ、うん、さんには電話したの電話してない

アメフト、ね、の子、ね、真ん中に棒ー,ーあるやつですかねどうこれは見てこれはもう何年前なんだろうと思いながら1991年91年もう新さん卒業の近くになってきてる頃か当時は7年かですね7年未満とやってましたね、うん で直川はさこれ第1回も出てんだよね<あ>優勝したのは第5回になっているはず、はい、ね。で優勝できるよ。はい、で俺第1回は出れてないからさこれもすごくてさ第1回はこれだから9086年かな多分それがあの大村の初優勝のリーグ戦の優勝での切符だったかかだ,かだから勝率はあんまり持ってなかったのにその優勝だけで 第一回の新栄座の切符が来たんですよね、うん。でも勝率持ってないってこともないし、まあまああるじゃん勝率も。うんとね、多分二節しか走ってないです。ああ、そうかそうか。新栄戦の,ーーのーー新栄戦のうん。だってデビューしてだってほらまだ一年経ってないか二期目ですもんね。二期目だからさ、なかなか呼ばれないじゃんあんまり。うんはい、それで呼ばれたのがリーグ戦始まった第一戦。ああ<ー>。確かガマゴリだと思ったんですけど、うん、それと最終戦の二つしか出てない。うん。最初と最後みたいな。 俺なんか多分一回も呼ばれてないよ多分。うん。で俺呼ばれるだけのなんか、そう才能があったのよ。うん。第一回目ってどうだったのそう初めて行って若手ばっかりで覚えてる？山村さんが一緒したんだけどさ。あ第一回？平和島か。確か。うん。平和島。もう西田さんがかっこよくて、あのね51期たちのメンバーみんなバリバリ稼いでたじゃないですか。当時は51期だね。花の51期だった。だからもうなんだろう。 あんまりレースは覚えてないし多分成績もあんまり良くなかったと思いますもうとりあえず出場しただけみたいな感じ新兵としての動きが新兵で動いただけですね全然レースは覚えてないレース覚えてないんだでも今の優勝のあれは覚えてる今のやつはあ、今のやつは覚えてます国名レース自体はねその予選道中とかはちょっとわかんない誰がメンバーいたとかも覚えてないし 優勝戦だけじゃ、まああれも1号艇で、まあ、1枠取れないような1号艇だけど、まあ、なるべくなら角からいってまくってと、うん、もう3コースか4コースっていうのはほら4三二一か3二一っていう並びだから、うん、その頃まあ後ロ六がね上太くんと江口さんだけどその頃前付けいくスタイルじゃなかったから自然と並びはだから3コースか4コースだなっていうのはありましたね。うんうん じゃあ思い通りのレースだったもう<体>3か4コースでもうスタートいくしか考えてないんで、うん、まあその頃から今のスタイルがもう確立されてない、ね、スタートだけいくっていうのはまあフライングも多かったですけどね <laughs> まあスタート行かないと勝てないんでフライング多いって言えばさ <laughs>、はい、ただと競ってたんでしょ競ってはないんでですよでもたまたままうとでもいつも うんタドの話になるじゃん,<う>んタドあのタドくフライングしたよとかってがっかりしてたじゃ <うん S 2> <laughs> 長岡さん早く僕に追いついてくださいとか言うからあと三本ですよとか <laughs> <結局 S 1> たまに並んじゃったこともあってそうするとまたタド君が二本三本をバあっていくから離されながらまあそれでも何レースをーダーと笑い話で言ってましたけど結局ど結局永岡さんタドの上なの多分タド君んの方が多いと思います多<い> <うん S 2> じゃ一位はあの 愛知の上島さんああ上島さん2、ね、位が多多でしょ多分お前多分3位だよねだこの業界でそうですかね悪しき記録だけどあのだから絶対こんなのデータとして出さないと思うけどさどうだろう残ってるんじゃないですか探せばねせばでもわざわざ,わざわざ出さないってからそのフライングの感じでそうですね多分ナンバーす 俺もすごい多かったけどさすがにこれ長岡のペースについていけないと思ったさすがに F2F3 はついていけないなの,、うん、のフライングはどうなの ?F3 は俺1回もね F2 あるけど F3 あるでしょ1回あのだからこないっていうかまあちょっと前の尼崎の F3 はあれが初めて、うん、あの半年休む気持ちはどうなんですか、うん、いや3本目切った時は バックストレッチであもうそのまま手帳返してやめようと思いました <laughs> もうダメだと思ってあ<ー>、うん、その時はでも返さなかったんだうんそういう気持ちにはな,なりましたねでも3本目切った瞬間はねはいなるほどまあ俺はちょっと3本目ないんでその気持ちは分かんなかったけどじゃあその次、えー、SG の初優勝ここ玉川、はい、これちょっと思い出してもらってはい やっこいメンバーでしたかこれは。まあやっこいとかは思わないですけど、<laughs> コース枠的にはチャンスだなっていうのはいいよねありました。そうだよね。<はい S 1> 俺も長岡の四番いい四枠四と五じゃ大違いだなっていうところありましたね、うん。たうん、もちろん逆だったら熊井さん優勝してですいやそれはわかんないけど、ただ長岡の四枠はこれはいいなと思ってた、う。ん だから岡の前走る方法が思いつかなかなったあんまりが4コースにいて俺が5コースでこれでどうやって1着やっぱり SG だしまあ他のレースもだけどやっぱり1着取ることしか考えて,て走らないからさ <うん S 2> このメンバーで5コースから行っておか4コースにってって結構難しいレースだなっていうのはそういう覚えはあるね。<うん S 2> これは初めはめ 自分は角から行こうっていうそうですね、うん、まあ最悪角そうだよね俺もだなおかが角に来ると思ってたもんな四、はい、コースは刺繍しようと思ってました、うん、でも俺も結構ギリギリまで粘ったんだけどねこれ引かせないようにと思ってうんまあでも2も引けたからまだいけたってことですも、ね、でもギリギリだよギリギリだ本当だ本当、うん、ギリ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 だ でも結果的にこれが良かったね長岡にとってはそうですね自力でいかなくてつもらう本当展開っていう部分に関しては一番良かったですね、うん、あ,あこれでも長岡優勝だとここで思ったうああ<ー>、うん。そこだよねと思ってまだこのぐらいまでは長岡2マークはずだねえかなとか思ってたんだけどさん幕 <laughs> <laughs> 開けねえかなと思ったんだけど ああピッチに回ってるな一コーナーも自己手あるからそうですね、うん、ここでもな何だろう優勝って確定はしてないけどまあちょっと安心,で安心ここで俺が抜くわけにいかないからさ、うん すげえ悔しいんだけど、もう長岡が優勝だからもうしょうがないかと思ったもんな。早いね、ガッツボズするのは。<laughs> <laughs> まあこれ地元で。 の SG で優勝で、うん、初優勝で。まあ地元の SG まあ平塚とかもありますけど、うん、東京でまあ、特にやっぱ多摩川っていうのは思い出が強いんで、うん、まあ一応目標にまあ、夢でしたね地元多摩川で SG 取りたいっていう思いで、うん、ずっと今までやってきてたんで本当嬉しかったですね。そうね多摩川だってあれでしょ選手になる前バイトしてたじゃんですよだと 天運で夏休みバイトしていた時、ねね、高校3年の時に <laughs> それぐらい多摩川やっぱり思い入れがある、ねうん、そうですね、うん、だから周りの人もあれじゃない多摩川の人も奈丘に対してはこうあの時の小僧が頑張ったなみたいな感じじゃない、うん、その時に天運手伝いした時に、うん、吉岡修さんっていう山口県の六甲府一本の人がいて。うん すごい話しかけてくれてて<ー>、で六コース一本じゃないですか。うん、で取ってくるんですよ。うん、かっこいいなあってね、<ー>その高校三年の時ね、吉岡さん大好きだったんです。そうなんだはい、憧れてました。だから俺も全然ボート知らないで入ったからさ、で一ゴテが白っていうのも知らないでさ、二ゴテが黒っていうことも知らなくて、<ー>それ直後に全部教えてもらったからさ。あ、そうでしたか。そう。うん さんあれで1が白でね2が黒でね3は赤なんだよって決まってるんだよって「あそうなんだ」ってその待機パスじゃないからさでそんな話を中から聞いてそうだからレースのそういうほとんど基本的なことは全部名分かりをしてもらったのだからこの選手はねインから強いんだよとかだから元須にこれ言ってもほらその当時 SG だけは優勝戦とか見てれたりしたのテレビそうでしたっけそう JLC はなかったけどさだけテレビ放映してたじゃん 民放で多分テレビ…東だとテレ東だと、東当時はその時だから SD だと今村さんのレースが見れたりとかさ今村さんってすごいけどロックスからどうやって勝つのかって俺ら分かんなかったなおかつバイトしたから見たことあったけど俺は全く見たこともないですよ顔も見たこともないしさでもすごい人が先輩がいる若手でいると思ったから今だったらねパソコンで見たり JLC 入ったら JLC で見れるけど当時はそんなのもなかったからさだから その唯一見えた S.G. の優秀選手がなかったから<ー>、でその時に直方はいつもあこの選手はね院からすごく強い先生よとかさ、うんうん、なんかそういうのいっぱい教えてくれた俺に。ああそうですか。うん。だから直方からこのボートの最初のをノウハウを教えていただいた先生だった先生,です先生だった本当。だそれはだからそのここでバイトしてたから<ー>そういうところで覚えてたってことでしょう。あそうですね。レースのところ見てました。ずっと。あ<ー>うん。 その他になんか記憶ある選手いるの当時吉岡さんもそうだけど吉岡さんがやっぱねまあ本当向こうから話しかけてくれてきてたんで、えー、優しい人だったもん、ね、うん、はい、だけど6コースからスタートバチッていって1着取ってくるから、うん、かっこいいなと思ってましたねそうかじゃあ次 S、はい、SG のあと g 1で。 平和島で優勝したレースがあるんでちょっとここれれ見てもらいますかはい、はい、これピットナーに行かないのはなぜですかチルト3度で、もう1か8か着、まあ、もちろん1着しか意味がないっていうレースで <laughs>、うん、その頃普通の形のペラもやっぱ自信がなくて枠は良かったけどやっぱみんなのエンジン出しに勝てなかったですね。 ーまあ、考えて考えて一か八かの勝負したんですけどまあこれもちょっとね今見るとちょっと危ない絞りもきついしあんま綺麗なレースじゃないからあんま好きじゃないんですけどん、まあ、いい優、ね、優勝優勝だよこれも朝足汗でもまあまあ伸びてたから結構うわさというか。 ああさん、チルト3度で今日やばいよみたいなのがチラッとこう出たのか、うん、もうこれこはもう大して伸びてないけどそう、ね、スタート前はあれだったけど、うん、スタート後はちょっと伸びきるよ、ね、う,そうペラ叩いてすぐ乗った時は、うん、なんだろうもう本当と1個以上出てくるような伸びになってたんで、うん、もう自分としてはもうそこで決めたつもりだったんですけどこれ見るともう本当とギリギリですもんね。ね大してて伸びてないといなとうか 引っかかってたけど、まあ本当最後の、あ、とどびちょろちょろぐらいな。周りしろなくて、やめた感じ。追い風吹いてんのにね。なんでチルトさんん。<laughs> あ、そっか、追い風か,か。追い風、なおさら伸びないよね。うん 最後はもっとつめられてもらうと、やっぱりつめられてるんですよね。そうだねたんまりが違うからね。エンジンもバー出てきてんだろうね、これ。うん、ギリギリだったですね、本当。めちゃくちゃ重たそうですもんね。<laughs> ということでチルトサウンドで優勝おめでとうございました。ありがとうございます。結局ジワは何回優勝したの？えっとね、十二回。十二回って言ってたかな。すごいね。ねでもこれはまだ真ん中ぐらいかじゃいや、もう最後のジワンジじゃないかな。なんか覚えがないですね。この後はい。うんだどちらかというと長岡だから。 早熟だよ、うん。ですね。うん。うん、馬でいうところ。そうですね。うん、馬で言えば、四歳までに。全部、力、使い切ったみたいな。<laughs> <laughs> デビューからすごい。<laughs> まあ、それでも。残した成績はやっぱりすごいよ。うん、まあ、間に、こう、なかなか怪我が入ってくるからさ。はい、なんか。せっかくいいリズムだったのに、こ怪我したりとかしてさ。<ー>なんか、それが、すごいかわいそうだなと思った。 で一回ほら首の骨を、はい、折ったとき愛知まで行ったけどさ、はい、いやこいつ、本当にもう死んじゃうよと思ってん、うん、こんなことばっかりやってて思ってでそれがやっぱり怪我が間に入ってくるとなかなかやっぱり元に戻してくるのがね、うん、大変だもんね、うん、だから、なおかも本当に怪我がなければもっともっと稼いだろうなって本当に思う。うん、うんそういういところではまあ ついてないのかなと。うんうん、怪我の面ではね、うん。訓練時代からね。いや本当に。うん、だって誰でもあり得ることだからさ、怪我なんて。うん、俺なんか本当についてる。うん、本当についてると思って。うん、怪我なかっただけ。で、まあ、こうやって、これで。引退しましたけど。これからは、なんか、考えてますか。<laughs> まあ、今は。うん、まあ、のんびり。とは。思いながらも。うん まあ意外ととのこと考えてたりあそうなんだ、うん、俺なんか全然考えなかったけどな。やっぱ熊谷さん言ったようにまあボートがあって自分がいるな、うん、まあ本当周りの人に感謝でも全員に感謝することできないしでも何かの形で今後自分ができること、うん、大したことはできないと思うんだけどでもそういう気持ちをなんか見せたいなっていうところで、うん、少しずつ。 お手伝いできればっていうのは考えてますじゃあこれからもできればじゃあ玉川中心にそうですね徐々にこうそういうのに慣れていってこう何かに役立ってればいいかなとは思ってます、うん、まあこれからもどういうふうになるかは全然決まってないですけど、はい、まあ2人でますしもしね YouTube とか玉川から依頼があれば頑張ってやって,みて、はいきた、はい、はい、ぜひともあの呼んでいただければ お手伝いしたいと思います、はい、僕はそういう権限ないんで大西さんの方によろしくお願いします <laughs> ということで直川選手の選手なる前から引退までの話パパッと話しましたけど、はいまあ、とりあえず38年間お疲れ様でしたはい、はい、どうもありがとうございました、はい、ということで今回は直川選手をゲストに迎えて、えー トークさせていただきました。皆さんよかったらまた見てください。前半も後半と二つに分かれてますんでぜひ見てください。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK、はい。ありがとうございました。勝てな。だって初っ端だもん。<laughs> ん勝てな。続きはウェブデートとかやりたいよ。だけどさ、<laughs> ね、ちょっと登録、チャンネル登録お願いしますとかやりたいけど。 もうちょい今まだ使ってるこれ。あやべえ。それこれ使って。家庭よ。家庭。だって敬語で返してくんだもん。先輩だもん。いやでも普段はそんな敬語じゃないじゃん。確かに。二人にだけど。と思いますね。やあんま喋ってるとこれも流れちゃうからもう黙ってこいいいんだよ別に。素だから。 次回の時はもうちょい軽くいきます次回なんかもうねえよないのお前のインタビューネット回も三回もやってられないもっと細かくいきますよ <laughs> もういいよ